大輝の器チャンネル、奥田大輝です。本日はですね、本当は2001年宇宙の旅の続編2010-2010という映画の話をしようと思ったんですけどね、それどころじゃないことが起こりました。はい、見てください。去年の年末からずっと続けてる陶酔機、ついに成功しました。この感動を皆さんにお伝えするしかありません。というわけで本日は2001年宇宙の旅の続編2010の話じゃなくて陶酔機の話をします。どうぞどうぞ。はい、バーン押しました。これです。皆さんもうね、数々ブログをですね、見ていただくてる人ならお分かりだと思いますけども、はい、何度も何度もこの肩から外れずに、苦労に苦労を重ねたこのスイキンクスの陶酔機、見てくださいね。言うたらもうくっついて離れなかった。これね、時間見ましょうか。あ、もうええわ。これですね、3時間ぐらい前にですね、はい、押した陶酔機です。これが、あ、外れます。すごいすごい、ついに外れました。というわけでドン、見てください、皆さん見てください、この陶酔機のこちらの、こっちからいきましょうか。陶酔機のこの山を見てください、皆さん。はい、ついについにパカ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 、型から外れます。はい、ゴールデンウィーク前、まだゴールデンウィーク期間中ですね、悪戦苦闘しまして、実験してたんですけど、実験してた原料調合で水の落ち具合も完璧です。さらに、はい、型抜け率今のところ 100% を達成しております。やりました。というわけでですね、皆さん、今日はこの感動を皆さんに、お伝えをさせていただきました。陶酔機、はい、もうこれから大輝の器の水金窟のこの陶酔機はこちらに変更していきます。はい、調合を変えましたよ、土を。でね、皆さんがお楽しみにしていた2001年宇宙の旅の続編、 SF 映画ファンからなかったことにされている2010-2010、この話はですね、また次回、いつか今度ということにしたいと思います。それでは皆さん、本日はどうもありがとうございました。今日は陶酔機感動の話です。ありがとうございます。失礼いたします。